はい、OK です。OK。ちょっとお待ちください。あ、カバン落ちた。オープン。はい。はい。はい、で、通知は行ったはずなので、行きましたかね。え、自分のに、ページに？あ、あれです。多分ツイッターの？の？あ、来てない、来てない。あ、あ、わ、あ、何来てない？ダポルノのアカウントの方に。ダポルノのアカウントの方に。多分、あるはず。あ、来てる。で、あ、それを、はい。リツイート。はい。わ、来た。こんばんは。意味をリツイートだけお願いします。始まりました。こんばんは。皆さん今、こんばんは。さんに引用リツイートお願いしているので、少々お待ちください。わー、すごい、いっぱい来る。早い。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いっぱい来るね。ペイペイの人がいる。ペイペイの人がいる。ペイペイの人かと思った。まあ、本日は、津崎理香さんのファンディングオープン記念ツイキャスということで、うん、よろしくお願いします。お願いします。では、最初に簡単にで大丈夫なので、うん、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、こっちご紹介をお願いします。はーい。改めまして、椿理香です。ラポールのファンディングは2回目です。そうですね。意外と。はい。意外と。意外と。意外と。でも今回は、ちょっと頑張ろうと思ってツイキャスもしようかなと思って。わー、ありがとうございます。やったー。で、今回は、ご支援いただいたお金で、V の撮影もあるファンディングです、うんうんうん。なので、皆さんぜひぜひご支援お願いします。お願いします。で、このご時世なのでね、やっぱりイベントごとが減ってきてるので、せっかくならね、うん、イベントやろうということで、皆さんに、ゲームがし、ゲームしたいみんなとゲームがしたいというファンディングでございます。うん、よろしくお願いします。じゃあ集まってきたぐらいでちょっと一旦の説明を始めようと思います。はーい。あ、ツイッターありがとうございます。どこで何人で、あ、あれ、あ、こっちに、こっちに行きます。はい。右上に。はい。リカちゃん、清楚に戻ってきたな。またね、ギャルになるんだよ。あれ、そうなんですか？そうなんですよ。いつ頃ですか？あ、聞かない方がいいですか？3月かな。まあ、全然、まだ3、ギャルになるのが決まってるけど、いつかはあんま決まってないけど、ギャルそう。ギャル大好き。ギャル好きそうだもん。ギャル好きそうだもん。いや、本当に好きです。マジでいいな。ギャル、楽しみにしてます。でもまだ髪の色が決まってない。結構最近は、最近はっていうか、ピンクとか飽きたから。あ、この、何？一番トップページ。あ、トップの、はい。とか、ピンクとか、あと、エクステの色？だから金髪にして、エクステの色をワンポイント、なんか入れるとか。青とピンクと紫とかをやったんで。結構やりましたよね。次、何やろ？何色にしよう？色がなくなるみたいな。普通に金髪になってもなみたいな。絶対やりたくない髪色とかありますか？あ、でもないかも。あ、そうなんですか？ない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 。ピンクいいよ、ピンクいいけど。二人は絶対緑はやりたくない、ね。え、緑今度緑にしようかなって若干思った。本当ですか？でも緑ってギャルなのかなって思って。そこが難しいですね。そう。やりすぎるとね、そう、髪の毛痛むし。白。白。白ってやばそう。髪の毛痛みそう。ヘアブリーチとかなら白いけます。頑張れ。いや、でも、怖いなぁ。気になるよなぁ。で、8時から、うん、椿理香さんのファンディングのページがオープンしておりますので、ありがとうございます。あ、はい。皆さんこちらを飛びたいんですけど、うん、今日は2画面にするので、ツイキャスの画面でもう見せられるようにしてあります。なんかいつも、ページ各自見てくださいにしてます。はい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 。これ一緒に見れるの？頑張って2画面でやろうかなっていう気持ちです。なので、頑張ります。あ、ここのツイキャスの画面に出るってこと？出します。ほい、出た出ました出たはい、できたー出たー多分ね、
あの、斜め下にね、かわいいおかわいいます。すごい、すごいね。本気出してきたよ。ナポルノが本気出してきたよ。運営でもさっき準備してるときに、いや、なんか、ツイキャスレベルアップしたこれはレベルアップしたね。すごい、すごい。はーい、嬉しい。というわけで、皆さん多分こっちの方がね、いつも口で説明して、ばーって言ってるだけなんで、こっちの方が皆さん、ぜひ、あの、ページ開かずともね、一緒に見れるので、うんうんうん、ぜひぜひ、じゃあ、ここで、動いてるね。よし、大丈夫だ。すごい。ではでは、早速ですが、うんうんうん、リターンの説明をいきたいと思います。はい。コースターからでしょうかな。うん、はい。クラファンだよ。はい。で、ここにあるのを読んでもらいたいです。はい。コースター。はい。サイン入り。これが、そうです。コースターにサインと宛名ですね。そう、お名前ね。はい。はい、入れます。珪藻土のコースターなのでね、水を随分吸います。めっちゃいいじゃん。水を随分吸いますので。え、この何表に書くの？そうです。表に書きます。なるほど。裏でも大丈夫です。なんか、お好きな方で。なるほど。じゃあ、表に絵、書いて、裏に何か書いてもいい。あ、サイン書いて。あ、全然いいです。いっぱい書きます。すごい、裏表コースターが出来上がる。いっぱい書きます。はい、ありがとうございます。こちら、支援金額1500円からとなっております。うんうん、はい。はい、次、これみんな大好き、生チェキですね。チェキみんな頼みそう。チェキは欲しいですよ。これ、あの、サインと宛名が入ります。うんうんうん、うん。ので、しかも、あの、撮影日に撮るチェキなので、うんうんナポルノでしか手に入らないと思っていただいて大丈夫です。あ、その何写真も、衣装、はい、その時に衣装着たやつ。撮影の日に、もう衣装で撮ります。おじゃあ、可愛い衣装。わ、頑張らないと。かな頑張らないと。圧かけた。チェキこちら2000円からとなっております。よろしくお願いします。そして、缶バッジですね。缶バッジ。これなんかお写真お写真、何にしようなんか、撮影日に撮るのでも大丈夫ですけど、うん。ああ、そっかそっか。事前に、これ缶バッジにしたいみたいなのがあれば。ああ、なるほど。それでも大丈夫です。ちょっと考えよう。じゃあ、お楽しみにということで。楽しみに。こちらも2000円からです。うんうん、57ミリのサイズなので結構大きめです。うん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 。次。はーい。私が読んじゃった。キスマーク付き、色紙。はい。色紙だ。色紙です。こちらがサインとアテナですね。うんうん。サインとアテナ。支援金額3000円からですね。はい、です。はーい。そして次、このお写真も可愛いので皆さん、だいぶ見てください。はい。お、パスケース。はい。パスケースってあれもパスモとかいうやつ。あ、そうですそうですそうです。カード入れられる。うん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 。パスケース、サインと宛名付きですね。はい。これ、あの、チェキも入れられるのでね。なるほど、なるほど。チェキ入れて持ち歩いてもいいと思います。色紙お手頃ですよ。色紙手頃だ。缶バッジもいいね。お、スリッパ？はい。これ何？これ普通のスリッパってこと？あの、撮影日に、履いたスリッパ。一日スリッパ履かれると思うんですけど、それにサインと宛名を入れて、なるほど。でもあの、ブリブリとかにしないので皆さんご安心ください。ブリブリってない。あ、スリッパが。ファーがついて、真っピンクみたいなのをしないのでご安心ください。なるほど、なるほど。シンプルで自宅でも使いやすいデザインって書いてあるのでね。に、サインとアテナが入ってるんですね。はい、そうです。こちら4000円でございます。これは1名限定です。ね、そうだね。え、でもなんか、1人限定で、しかも1日で私履いたやつでしょ？そうです。え？なんか、私が欲しいかもしれない。自分の履いたやついらないかな。入らなかったら持ち帰り。じゃあ私がオタクだったら買いたい。うん、わかります、うん。それはめっちゃわかります、うんうんうん。欲しいですよね、スリッパ。でも匂い嗅ぐのもなんかちょっと申し訳ない。こうやって。はい、ハンキーです。エンドロール。はい。お名前を記載。掲載、はい、掲載される。今回、撮影した作品が出来上がったら、その作品の最後に、あの、お名前を入れられます。これは、あの、本名でも、サイトに登録されてるお名前で、ね、でも大丈夫です。はい。こちら5000円からとなっております。これ、めちゃめちゃ人気なんですよ。あ、でもまあまあ、
確かに。うん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 。はい、そして次でーす。T シャツ。サインと当てない。はい。そうです。これ何普通の白 T シャツに、はい、グレーになる、なりますね。グレーの T シャツ。白はちょっと乳首透けちゃうかな。乳首のところに。ああ、じゃあちょっと透けちゃうか。リカって書いてもちょっと透けちゃう。昔ラポルノで撮影した衣装にサインをいただいてるんですけど、はい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 、右ポケットに左ポケットにカって書いてあった。ああ、かわいいもう書いてた。もう一回やってほしい。右乳首にリみたいな。そう。リカって書いて。しい。まあ、デザインはね、お楽しみということで、はい、手書きなので。まあ、お絵描きしてね、サイン入れて。嬉しいやつ。これ、ちら3人、3名限定となっております。早めに。うんうん、はい。はい、次です。マグカップとチェキをサインと当てない入り。はい。マグカップは白い無地のマグカップに。あ、なんか前もなんかタンブラーみたいな。ああ、ありました。やつに書きましたね。でも、あのタンブラーじゃなくて。普通の白いマグカップに入れます。うんうんうん、はい。結構しっかりしたやつなので。うん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 。なるほど。ほど割れないと思います。うんうんうん、落としちゃったりしたら割れちゃうんですけどね。じゃあこれもお絵描きして。わーい。かな。お絵描きいいですね。お絵描きしてもらえると嬉しい。お絵描きあんま得意じゃない。全然画伯なんだけど。はい。書きまーす。ありがとうございます。こちらも5000円となっております。はい、次です。バスローブ。はい。サイン立ってないです。はい。こちらも撮影日当日に、着たやつ。一日着たもらう。着るやつに、サインと当て名を書いて。うん、なので、こちらも一着限定となっております。で、洗濯しません。しません。しませんよ。あ、なんかちょっと重要だったら、ちょっと、振っておいた。今後書いた方がいいかもしれない。うん、洗濯しません。洗濯しません。しませんので。そのままのお届けです。はい。はい。いろんなものが染みついてるといいですね。じゃあ、これもね、1名様限定ということでね。はい。はい、7000円からとなっております。めっちゃレアじゃん。レアですよ。うん、なかなかもらえないですからね、撮影日に。女優さんが着てたバスローブに。確かに。え、でもスリッパ買っちゃったらバスローブも欲しくなっちゃうわ。セットで。うまい。セットで。それは買いたくなっちゃうわ。じゃあ、一人の人セットで。そうです。どっちも手に入れてほしいですね。うん。はい、次です。限定 DVD。はい。はい。こちらが、撮影した本編と、その日のオフショット。を収録した DVD をお届けします。いいですね。はい。オフショット。オフショットって何？メイク直してる時とかってこと？オフショットっていつもどういう、移動してる時とか、移動してる時。メイクが終わった後。終わった後、はい、とか、撮影の合間合間とかですね。休憩の時とか。あと、撮影終わった後とか撮ってもらう。はい。ご飯食べてるところを撮ってほしい。あ、いいんですか逆に。わからんかな。なんかご飯食べてるところいいかなと思って。いい、なんかオフショット感ありますよね。そう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 。ぜひ、ちょっと伝えておきます。ご飯食べてる。食べてる。絶対絶対。こちらは、無制限です。何人でもご購入いただけます。7500円となっております。はい。はい、次でーす。特注ボイス。はい。サインと当てない入りです。はい。こちらは、録音したデータに、USB に入れてお届けなんですけど、その USB にサインと当て名を入れてお届けします。USB って、これこういうカード型なんですよ。あ、カード型なんだ。あ、じゃあそこに。そうです、そうです。結構。あ、じゃあ結構書けるよね。ああいうこと、こ、え、こんな、こんな、これに、めちゃくちゃ来ないってなっちゃった、今。大丈夫。もし、宛名なんか名前長い人だったら今どうしようって。難しい感じの人とか。ええと、潰れちゃいますから。それだけでもういっぱいになっちゃうよって思っちゃったよ。ご安心ください。あ、白いカードタイプのものになっております。うんうん、で、これが45秒です。うんうん、なので、組み合わせ自由ですね。うん、45秒だったり、30秒と15秒だったり、15秒3つだったり。何でも大丈夫です。はい、内容もね、お任せだったり、うんうんうん、ご希望の、こういうの言ってほしい、みたいな。うん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 。
でお答えします。はい、こちらが8000円です。8000円です。はい、次です。お手紙、メッセージの映像付き？はい。はい。そうです。こちらが、テキストのお手紙と、うんうんうん、お手紙を持って。誰か寝てません？本当に信じられない。ごめんなさいね。切れそう。めっちゃ、響きがびっくりした。誰か寝てませんとか。嫌なんだけど、本当に。お手紙書いてもらって、うんうん、それを持ってこう、一言メッセージいただく動画がセットになってます。うんうんうん、はーい。なるほど。はい。こちらめちゃめちゃいいですよ。お手紙もらえるんですよ、推しから。それはいいですね。めちゃめちゃいいです。こちらもカードタイプのね、USB に同じくサインと宛名を入れて、入れて、はい、お届けと。お手紙。そうです。あ、なるほど。豪華セットでお届けします。15,000円となっております。はいはい、3人限定です。はい。で、次が、限定 DVD。はい。サイン立てない入りです。はい。こちらも本編とオフショットの映像が収録された DVD なんですけど、うんうんうん、さっきのは、白番でお届け。で、こっちがサインと宛名を入れてもらって、あ、なるほど。お届けになります。なるほど。こっちがですね、数量限定5名様までと書いてあります。うんうんうん、お早めに。はい。こっちの方がいいですよ。確かにね。はい、次です。はい。バスタオル、使用映像付き？はい。撮影日のに、撮影終わったらシャワー浴びられると思うんですけど、その時のバスタオルにサインと宛名。なるほど。で、まあ、映せる範囲内の使用映像付きということで。体を拭いてる。体拭いてる時の、はい、おー、すごい。そういうことね。はい。こちらも USB、同じ USB にサインと宛名を入れてお届けになります。うん、これも選択しません。大事。大事。選択しないで。ね、こちらも1名様限定となります。うん、まあ、どこまでね、映せるかはね、うん、なんですけどね。はい、次。ここの写真本当に好きです。あ、本当ですか？これよく見ると、ハートの編み込みしてるんですよ。え、これハートなんですか？ハートにしてもらう。あ、ほんとだ！かわいい。かわいい。めっちゃかわいくしてもらう。お姉みたいな言い方。かわいい。かわいい。はい、こちら。と、作品ランジェリー、メッセージ映像付きです。はい。撮影で実際につけるランジェリーに、サインと、そのサイン書いてる時の映像を USB に入れてお届けになります。はーい。これは、最高ですよ。でもオークションとかで結構同じようくらいの値段したりとかするから意外と映像付きだったら、それプラス映像付きなので、ね、しかも宛名まで入りますからね。ね、お安いのでは。お安い。お得です。お得な気がしますね。あ、こちらも1名限定となっております。一着しか着ないですよね。そうなんです。一着しか着ないので、それ限定となっております。はい、次でーす。限定 DVD、メッセージ映像とサイン&宛名入りです。はい、うんうん。またバージョンアップするんですけど。あ、さっきのプラス。オフショット、プラス、その人に向けたメッセージ映像。あ、なるほど、なるほど。なので、うんうんうん、これは本当にここでしか手に入らないので、うん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 、なかなかないですよ、メッセージ映像。レアだ。ぜひぜひ、手に入れてください。で、これも、盤面にはサインと宛名が入ります。うんうんうん、こちらも5名様限定となっておりますので、うん、お早めに。こっからがイベント系です、ね。イベント系ですね。と、2人で差し飲み1時間。いい。やったー。差し飲みですね。うんうんうん。どこでもいいんですか、場所。まあ、都内。都内。銀行。都内、うんうん。都内になりますね。都内で。これは、東京都内の店舗。1時間、2時間が良ければ2。はい、2枠まで支援可能です。あ、2枠までなんだ。までですね。最大2枠です。よくお酒飲みますか？めっちゃ飲みます。でも1回飲んだら朝まで行っちゃうから。あ、止まらない。怖い。そう。止まんないのかな？でも。酔わないですか？酔っ払いすぎるとしかも泣き上戸になる。うわぁ、泣く。でも、なんかその、聞いてくださ
よ。周りが泣かせてるんですよ。周りが泣かせてるんですよ。なんかこう、なんか闇話とか聞いちゃうと、なんか感情輸入しちゃう。あー。ね、あ、そうだよね、辛いよね、みたいな感じで、なんかなぜか私だけ泣いてるんですよ。で、周りが、なんでリカちゃんが泣いてんのみたいな空気になって、なんか気づいたら、でもどっかにいるんですよね。気づいたら、もう、家か、ホテルとか、どっか、友達の家とか、起きたら、記憶はないってことですか？でもそっから記憶なくなる。でも泣いた記憶はある。で、なんで悲しくなったのかも分かってるけど、そっから店出たりとかの記憶はない。よかったです。なんか罵倒されて泣くとかじゃなくて。あ、じゃない、じゃない、じゃない。泣かせてくるっていうから、なんか。でもなんかそういう話聞くと、なんかこう、感情輸入強すぎて泣いちゃう。そうだよね、みたいな。辛いよね、みたいな。そう、言ってくる本人は泣かないんですよね。あ、でもなんかちょっと、フォローみたいな感じになると、もうこれ、それ以上泣いちゃうから。5倍以上泣いちゃうから。そう。お酒自体は強いんですか？強い方だと思います。結構長く飲めると思う。いけますね、2時間。2時間は余裕です。2時間。何が一番好きですか、お酒。お酒、でも、お酒好きって言ってもビールが飲めないんですよ。あ、へえ、あ、でもそういう方多いですよね。ビールが飲めないんですよ。何でいつも、そう、なんで、なんか、でも大体、サワー系と、あ、まあ普通に、テンション上がったらショットとかもじゃねーって。やばいな。わかります。すごくわかる。テンション上がっちゃうとダメですね。ダメですね。この写真ギャルだな。この写真めっちゃギャルですよね。ギャルだね。ギャルっていうかもう、なんだろう、YouTuber にいそう。YouTuber 派手髪は最近よく言われるようになりましたね。派手髪だと YouTuber っぽいって言われますね。ね、あ、これはこれが、おい。二人でカラオケ1時間。カラオケ。カラオケよく行きゃ、カラオケ。最近は、そのバーとかにカラオケとか入ったりとかするけど、そこで最近歌うとなんか、あとなんか最近暖房とかあるじゃないですか。ちょっと声が、声がガラガラになってきちゃって、そうなんか逆に歌えなくなってきた。あともう現場もそうなんですけど、やっぱ撮影の時、一応暖房とか止めるけど、その都度つけたりとか繰り返したりとかで声出すじゃないですか。結構最近喉の調子悪いからちょっとなんか歌えないなと思うけど、まあこの日は、でも日はあれですもんね。改めて、ちゃんと決める、はい。しっかり決めます。喉の調整してから。キンキンで決めないので、1ヶ月、2ヶ月先ぐらいで日程を決めるので、皆さんコンディションを整えてね。コンディション整えて。毎日油物とか。あ、でも歌うの好きです。あ、何歌うのよく。でも、昔っていうか、その、AKB とかが流行ってた時に、まあ学生だったんで、AKB とか。今でも AKB 歌われます？歌います、歌います。なんかその、中学生の頃とかに覚えた曲ってずっと覚えてません？確かに。でも、最近の曲も、なんか TikTok とかで聴く曲とか、まあ、なんとなく。サビだけ知ってるわ、みたいな。そうそう、サビだけ知ってるわ、みたいな。なんとなく。じゃあ、何でもいけるということで。結構何でもいけます。で、これが、支援金額が3万円なんですけど、プラス1万円すると1曲分の動画撮影も可能です。レアですよ。なかなかできないですからね。推しとカラオケ行ってそれを動画に収めるのは。確かに。ではなので皆さんぜひ。楽しそう。楽しそうですよね。楽しそう。一番カラオケ行きたい。確かに。いいなぁと思います。ぜひぜひ。こちら5名様限定となっておりますので。はい。そして次は、これもすごいギャルだ！これめっちゃギャルですよね。よくこれ新幹線で撮ってますよね。でも私この時の髪型がめちゃめちゃ印象強いです。なんかハーレークイーンっぽくしたくて、ピンクと青に分けて。エクステつけたんですよ。あ、これエクステだったんですか？あ、そうです、そうです。胃からのだけはエクステです。へぇー。全然わかんなかった。地毛なのかと思って。金の部分は地毛です。すごい、馴染みますね。めっちゃ綺麗ですよね。この印象めちゃめちゃ強い。この髪型。なんか、私が会社に入ってすぐぐらいが、多分この髪型をされてた時だったんですよ。なんか、その時、やっぱ知ってる女優さん少ない中でギャルって特に少なくて。確かに。すぐ覚えました。この髪やって。この髪やって。リカちゃんやはい、すいません。ボートレート。はい。1時間。
ポートレートって、外で撮るやつ？お外で撮ります。なんかスタジオ撮影会とかよくやってる女優さんとかいると思うんですけど、お外で、なんか公園とかでね、自然光の中で撮影できる機会ってあまりないと思うので。確かに。はい。ぜひぜひ、ポートレートいいですよ。楽しそう。ポートレートやったことがないんですよ。そうなんですか？なんかちょっとやってみたいです。これは皆さん、ぜひ。お願いします。ちょっと初ポートレートに。初ポートレート。ね、なんか意外でした、ちょっと。こちらも、あ、ごめんなさい、限定でございます。で、これが、やりたいんですね。そう、やりたい。みんなでゲーム対決。2時間。ゲーム !2 時間。なんか噂によるとテトリスが得意と。めちゃめちゃ得意ですよ。めちゃめちゃ得意ですよ。多分、もうみんな引いちゃうし、早すぎて。だからこの前友達とやろうって言って、やったら、はい、リカさん、そんなに早いのみたいな。私テトリスやったことないんですよね。テトリスでも、こういうやつ。そう、なんかこういうブロックをバババババンって詰めるんですけど。頭が良くないとできない。でも、ぷよぷよとかよりは簡単だと思うんですけど。ぷよぷよって何でしたっけ？ぷよぷよはなんか色をそ4つ以上揃えると、こう、落ちてくるやつ。テトリス、ボコボコにしたいって言ってたんですけど。ボコボコにしたいですね。いつもイベントに来る人たちをボコボコにして。皆さんぜひ。帰り討ちにしてどうしよう、もしかしたらめっちゃ上手い人来たら嫌だな。いや、すごい。テトリスのプロとか来るかも。来たら嫌だな。負けすぎて泣きそう。泣いて帰らせる。泣かせる。でもアフターケアはちゃんとしてください。でもこれって、はい、あれですか、なんかどっか借りてやるんですか、場所借りたりとかして、ね、はい、ゲームして、みたいな。お菓子なんかもね。持ってね。楽しそう。いっぱい持ってね。飲酒も OK だったら飲酒もしたりしてね。オフ会みたいな感じですね。そうですね。ゲームオフ会みたいな感じになったらいいですね。で、これが、オフ会なので、最低3人集まらないと、ちょっと開催ができないので、皆さん、ぜひぜひ、お願いします。まあ、ド M な人が、泣きたければ。泣きたければ。泣きたければ。すごいですね。ファンの間でこうね、みんなで声かけ合ってね、みんなで一緒に、支援しようよ、みたいな。ね、一斉に集めてください。お願いします。で、これが、3人未満だった場合は、1時間のカラオケに補填させていただきます。テトリス苦手。いや、テトリ足取り教えてもらってください。全然教えますよ、なんか。ちょっとスパルタかもしれないけど、ね。だから違うって、みたいな。本当でいいな。これがちょっとイベントじゃないの。エッチなリターンです。ほい。主観フェラ。はい。はい。これ、注意事項で、射精はありませんっていうのがね、重要なポイントとなっております。はい。射精はありません。はい。が、主観のフェラ映像をね、限定1名様にお届けしますよ。これも、USB にサインと宛名をつけてお届けします。はい。で、長さ的には3分ぐらい。はい。まあ、3分で、ね、独り占めできますから、ね。本当に見る人限られます。ご本人とここのスタッフぐらいしか見ない。確かに。この質問の独り占めができるチャンスなので。いいですね。皆さんぜひぜひ。お願いします。はい、次でーす。次。ディルの舐め。はい。はい、これ、いいっすね。この写真めちゃめちゃいいっすね。黒ギャルです。いいわ。ちょっと日焼けしてる感じ。かわいい、ね。これも同じくですね。はい、ディルドナメのリターンとなっております。これも同じ USB にサインと宛名を入れて、はい、3分ぐらいの映像をお届けします。はい、でこれ、使用したディルドもサインと宛名を入れてお届けします。はい、ラップぐるぐるで。ぐるぐるで。完全密閉してお届けします。ここでサインじゃないや、コイン小食をさせてください。ほんとだ、コイン少ない。コインください。ありがとうございます。早い。一発早っ。もう大丈夫です。ありがとうございます。で、これ、リクエストにお答えもね、もう可能な限りで、リカちゃんも答えてくれるので、はい、ぜひぜひ、好きな、はい、舐め方をね、はい、ご希望ください。はい、1名様限定です。はい、あ、これやっぱ、本当に可愛い、これ。可愛い。はい。はーい。オナニー。はい、こちらもエッチなリターンとなっております。これがすごくてですね、好きなおもちゃを選択できます。ローターバイブ電話から。はい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 。審査さんが選んでくれたやつで、オナニーをしてもらって、その時に使用した、下着、パンツと、
おもちゃと、を、にサインを入れて、と、宛名を入れてお届けします。はい。はい、何が一番好きですか？ローターバイブ、電話だったら。電話が好きですか、ね、多いですね。まあでも、そう、なんか、なんでですかね、なんか使いやすいのかな。なんかみんな、皆さんやっぱり電話って言われます、ね、でも絶対ベッドの上に置いてあって、なんか最近使いすぎて充電な、充電ってか電池切れちゃって。ちょっとしてくださいよ。なんかもう電池買うのもめんどくさいなみたいな。なんか億劫になって全然使ってないです。久々の、ね、電話になるかもしれない。なんで久々の電話になりますね、多分これが。これが一番中身濃いなぁ。そんなことないかもしれないですよ。でもオナニーはいいですよ。マジでいいですよ。こちらも1名様限定となっております。あ、かわいい。黒髪に戻りました。いい戻りました。はい、フリーデート2時間です。はい。2時間。デート。いいですね。どこ行きたいですか？なんか、品水。あ、品川水族館です。すみません、全然わかんなかったです。品水って呼ぶ人いんのかなと思って。品水。品川水族館。品川水族館なんか初め、覚えてないんですけど、なんかでも前に撮影、デートものの撮影で一回行って、はいはい、なんか楽しかったからもう一回行きたいなっていう。デジタルのやつがあるところですか？え、なんか、こういうなんか、でも洞窟みたいな、なんか、何地下のなんかこう、なんていうのとか、あと、なんか、アザラシみたいなの。アザラシみたいなのみたいなのとか。あんまり詳しくないんですけど。ぜひぜひ。あ、なんかそういうの見るとちょっとテンション上がる。結構、動物園とか。動物園もいいですよね。あ、そう、江ノ水か。江ノ島水族館。江ノ島は。水族館いいですよ。なんかデートの鉄板ですからね。しばたんし。意外と水族館美味しい食べ物売ってたりしますから、ね。うん。あと普通にゲームセンターとか行きたい。いやー、行きてー。メダルゲーム。うわー、行きたいメダルゲーム。大好き。メダルゲームの飲み物だったりしてます。なんか、あ、知ってる知ってる。あれ、やったなーと。ってやりたい。もう本当に、無心でやれる。無心でやれる。そう。こんな当たるんだ。楽しい、あれ楽しい。パチンコモで行くと当たりすぎてちょっと焦る。ちょっと焦る焦る。これ全部当たるよ、みたいな。焦る焦る。飲み物語ぜひ。やりたいやりたい。すごい、ピンポイント。メダルゲーム、時間忘れますよね。忘れちゃうね。多分2時間あっという間に。当たり前ですよね。でも、絶対楽しいと思います。こちら、2名様限定となっておりますので。はい。早い物勝ちです。はい、こちら。フリーデート5時間。こちらがレベルアップ5時間になりました。でも5時間もあっという間ですよね、割と。あっという間ですね。ね。好きな人といればあっという間ですよ。あっという間ですよね。それこそメダルゲーム。メダルゲーム5時間あっという間ですよ。全然しようと思えばできますもん。全然余裕です。私はパチンコ行きたいんですけどね。パチンコ喋れなくないうるさくない頑張って。頑張って。あ、でも距離近くなるからね、聞こえなさすぎて。並び打ちだったらめちゃめちゃ近いです。確かに確かに。キュンキュンパチンコしてください。お願いします。お願いします。これは1名様限定です。はい。はい、次。に、ディズニーランドか C、5時間。はい、これは夢の国デートでございます。はい、C とランドだったらどっちが好きですか？あ、でも最近行ってないさすぎるから、はい、結構、忘れた。でも新しいのも結構できてますもんね。なんか、わからんみたいな。なんかベルとかある方はどっちなんだろう。ビジュというか。ランド。あ、ランドとかいいですね。なんか新しいのを見たい。ね。最後に行かれたのいつなんですか？え、いつだろう。いつだろう。覚えてないかも。あ、そんなもう、じゃあ結構行ってないですね。コロナ前かも。あ、じゃあ、もう2年ぐらい行ってないことになりますね。そう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 。全然行ってないね。何歳になっても楽しいのが出てくる。うん、楽しい。アトラクション乗れる方ですか？結構乗れますね。わー、すごい。結構乗れます。大尊敬。何でも乗れます。じゃあ、何でも、じゃあ、ショーも別に。あ、好きに好きに。じゃあ、何でも楽しめますね、本当に。
行ったら何でもエンジョイです。大丈夫です。はい、じゃあ、安心して行ってください、皆さん。はい。で、これで以上になります。はい、で、これが、最後のディズニーデートが2名様限定となっております。はい、結構多かったですね。多いですね。ぎっしりです。で、これプラスオリジナルグッズを追加したい。追加したい。はい。何を作りたいかみたいな話になってくるんですけど。確かに。なんかいっぱいありましたよね。なんかオリジナルグッズ、これ作っていいよ、みたいな。何でもあります。よくあるのが、アクキー、うん、アクスタ、アクリル系が多いですね。めちゃめちゃ多いです。何が欲しいか、コメントに書いてほしい。そう。ぜひ書いてください。何が欲しいかな。そう、リカちゃんのオリジナルグッズ。これ欲しいわーみたいなのがあれば。確かに、アクキーはいいかも。今まで作られたことありますか？ないです、ないです。じゃあ、ないです。作れるとしたら初。初。ちょっと欲しいかも、自分も。いや、なんかテンション上がりますよ。うん、全然自分の作ったわけじゃない。なんか、写真こう、こっちでデザインするんですけど、うんうんうん、抜いて出来上がってくると、いや、かわいいってなる。すごい、欲しい。アクキーいいですよ。でもアクスタもやっぱいいですよね。ああ、確かに。飾るならね。社会人皆さんね、デスクとかでこう、端っことかにポッて置いとけばね。ああ、確かに。テンション上がりますから。アクキーいいね。ああ、アクキーだとキーホルダーだとこう、ぶら下がるんですね。そうですね。スタンドだと、もう立つ。立つやつ。はい。スタンドだと立つやつもあるんですよね。その、立つやつと合体させるっていうか、ね。そうです、そうです。食い込ませる。食い込ませるやつがありますか。なるほど、なるほど。どっちがいいかな。持ち歩けるか持ち歩けないかみたいな違いになります。ああ、確かに。でもそしたらアクキーの方がいい気がするな、なんか。どうでしょうか、皆さん。アクキー。コメントください、ぜひぜひ。アクキー、アクスタとセット。ああ、セット。アクスタ、アクキーセットですか。セット。あ、やっぱみんなアクキー、アクスタで迷うんですね。いや、わかる、わかるよ。もう持ち運べるなら、アクキーがいいな。私的には。じゃあ。勝手に決めちゃう。結局、まあでもみんな迷うよね。まあみんな迷うところは一緒なんではないでしょうか。アクキー、アクスタ。私はどちらかというとアクキー推しですね。なんか、首までのじゃなくて全身のまでの写真を使ってアクキー作ると本当に可愛いんですよ。可愛い。でもこんぐらいですよね。大きさ的に。まあ、どんぐらいでもできるんですけど、あんまりちっちゃくても、あれなんで。確かに。どんぐらいが多いか。こんぐらいが多い。そう。ちょうどこんぐらい？うん、多分それぐらいです。ちょうどこのぐらい。10センチくらい？ iPhone ぐらい。でかくない結構。iPhone。結構だね。iPhone よりちょっとつらいぐらいですか？アクキーいいね。やっぱアクキーにしよっかな。じゃあ、アクキーで。追加数が終わったらページ追加しておきますので、うんうん、はい。お財布と相談の上ね、うん。でも、せっかくなのでね、ここでしかもう手に入らないので、ラポルのグッズは完全受注生産となっておりますので、出回らないので、ぜひぜひこの機会にね、アクティ手に入れてください。で写真は、どうしましょう、なんか、これアクティにしたいみたいな写真があったら、それでもいいし。あ、でも全身がないから、でも全身作りたいから。全身の方が多分可愛いです。撮影日に撮るでも全然いいです。じゃあ撮影日の衣装でアクキー作ります。はい。よろしくお願いします。以上、ファンディングページ紹介でした。イエーイ。皆さん支援したいのが決まったらどんどん支援してくださいね。お願いします。お願いします。そして、すごい、交番通りに。お、すごくない？しかも残りちょうど20分だし。20分、うわぁ、ちょっと早めたかった。パチンコの話をしたくてですね。そうですね。今日も降ってきましたよ。あ、降ってきた。今日も降ってきました。何言ってきた。今日は北斗無双と、はい、あとはさっきなんかここ着いた時に、はい、近くのパチンコ屋で、あ、楽園です。楽園、はい、なんかなんだっけ、普通にアマデジのブラックラグーンっていう、なんかね、アニメが結構人気なのかな、漫画人気ですよね。そう、まあ、ついて、まあ、あと1時間くらいあったんで、
行ってきました。1時間でも行くのちょっとやばいって思ったけど。私今日昼休みに行くかギリギリまで悩んで。いや、今日椿さん来るなら行くか。行かなかったんですけど。今日はちょっとま、なんか時間潰しに行っちゃいます、ね。今日も早くから結構出てて、うん、他の仕事の打ち合わせとかで。で、暇だから、まあ、近くでまず最初、北斗味噌売って、しかも2万発出たんですよ。うわ、すごい！やばい、勝っちゃったと思って、テンション上がって、まあ、でももう今日、朝少なめです。すごい。もう何千円とかで。すごい！そう。でも気分良くなったけど、まあでも、渋谷着いたらとりあえず、なんか1パチ打とうと思って、まあ、ちょっと遅刻してもあれだしなって。でも結構ちょうどに来ませんでした、私今日。時間通りでしょ、ほんとに。ぴったりに来れたからよく。一番好きな台って何ですか？ずっと好きなのは戦国乙女シリーズ。ああ、意外なとこ来ましたね。乙女が好きなんですよ。絶対エヴァなのかなって思ってます。エヴァのスマホケースね。これ今日届いたんです。しかも光るんですよ。そうなんですよね。テンション上がりました。わかるかな？そっち光るんですよ。わかりづらいかも。見たときに、到着されてすぐに、あ、なんか光ってんなって。そう、光るんだけど。なんか、音楽とかつけたら割と光るかな、なんか。そう。振動で光るのなんかタッチしたら光ったりとかする。いいの？これかわいいですよね。かわいい。今、非公式なんですよ、これ。まあ、そんなもんそう、なんかアマゾンで買った。めっちゃいい。そう、かわいい。エヴァも楽しいですからね。楽しい。最近、エヴァの新しいの出てきました。あ、でも、そう、仕事でも、パチンコの、よく、遊びに行ってて、うん、そう、ファンの人たちと交流したりとか、するんですよ、そのお店で。あれですね、名古屋。あ、そう、あさってか、名古屋行ってきて、うん、名古屋初めてなんでね。あ、そうなんですか？え、そう、前回ちょっと飛ばしちゃって。そうだ、見ました、見ました。ちょっとね、まあ、コロナなんでね、体調悪かったら、ちょっと危ないと怖いですからね。そう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 、怖いなと思って。わあ、いいな、名古屋行きたい。名古屋なんか次行くとこすっごい大きいみたいなお店が。楽しい。千何台あるのかな？千何百台あるって聞いて。いいな。迷うなって。健康イベントはサインタイムの時しかお話できないですよね。そうですか。あ、全然声かけてくれれば全然話します。わ。関西トレンドショップ。お店の人来た。お店の人来た。宣伝しておきましょうか。名古屋のイベント、あさってます。そう、あさってですね。あさって行きます。ぜひぜひ皆さん行きましょう。名古屋。違う宣伝しちゃってます。いや、でも行きたいんだよな、私も。いや、だからなんかすごい、いつもだからお店さん行く前とかは、まあ、調べるじゃないですか、うん。めちゃめちゃ迷いますもんね、最近。何打とうかなみたいな。なんか、これといって、なんか、打ってもなみたいな。今日もだから、なんか、無双とか、いつも結局それしか打たないですよ、大体最近はもう。そうなんですね。決まってるんですよ、もう。なんか、気分が。気分がほぼ8割無双なんですよ。もう今日無双かみたいな。私はいつもユニコーンの気持ち。あ、そう、ユニコーンもだ、この前、先週か。なんか写真で、そう。あげてたやつがユニコーンでしたよね。先週はだから、横浜でやったんですけど、はい、なんか、弟もパチンコ好きで、なんか行くんだけど何言ったらいいみたいな、もう分かんなすぎて、言ったら、はい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 、いや、ユニコーンじゃないみたいなこと言ったら、ユニコーンかーって言って、じゃあユニコーンにするわ、みたいな。ちょうどいいんですよね、ユニコーン。そうなんですよ、ね。すごくちょうどよくて。いや、もう面白いですよね。いや、楽しいです。めちゃめちゃ楽しい。まあ、負けたけど面白いなって思います。通常時楽しいじゃないですか。ああ、確かに確かに。なんか、ゲンさんとかたまにイライラしてくるんですよ。ああ。なんだよ、みたいな。ユニコーンだけ心穏やかに打てるんですよ。ああ。でも、モードによりません？まあ、モードにもよるんですけどね。ユニコーンはまあ、レバブルと先読み入れとけば、とりあえずです。ストレスがないっていう。あ、わかります。でも私はこの間赤保流のレバブル外しました。やばー。本当にすごいです。萎えちゃう。いや、ほんとに。なんかもう、聞いたわ、今。やばーって。友達二人と三人で並び打ちをしてて、うんうんうん、で、まあ、一番最初に来たんですよ。うん、来たを。お酒で。お前ら、ごめんな、これだわ。やったら、しっかり外す。やだ、しかも恥ずかしいね、なんか友達といて。めちゃめちゃすごい自信満々に、お先でーす、みたいな、うん、やったくせに、勢いよくレバーガッて引いたら、う
いや、復活復活って思うけど、何もない。何もない。本当に今年私は当たらなくてですね。あの、今年の方がまだ結構いいかも。本当ですか？マジで嬉しいです。で、先々週やっとユニコーンで今年初当たりしたんですよ。うんうんうん、今年初当たり。今年やばいな。単発です。うわ、怖い。怖い怖い。やんないですよ。なえるね、それは。でも、当たれば、いやマインドは広くなりましたね。はい。でも、どんだけ負けても、でも、長いはしないんで、最近。あ、そうなんですか？あ、でも。最近の台はあまりもう出ないから、いいかな、みたいな。いや、私もなんか、最近は上限を決めていくようになって、うん。あ、そうそうそう。今日は5000円とか、今日は1万、今日は2万みたいな決めていくようにしましたね。うん、私も2万円までって決めてる。あ、偉い。それが多分一番賢いんじゃないかなという気持ちになりますね。そう。長いはしない。うん。するは分からないから長いで、いやー楽しいですよ。楽しい楽しい。分かんなくてもとりあえずこうやって開けとけばいいだけなんで。確かに。まあでもね、全然分からない人でもね、あのビギナーズラックがあります。そう。僕なんか知らないうちに当たってる、やったーやったー。これ何これ何みたいな。あれでハマっちゃうの抜け出せない。そう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 。私もすまんそれでした、ね。確かに。その最近協定もやるようになって、もう協定もだからそのやっぱビギナーズラックでありました。ありました。なんかしかも間違えて私1000円かけたつもりがなんか1万円かけちゃって。ケタケタ。しかも一番最初、いやなんか一応競馬もちょっとだけやるから、はいはいはい、一応書き方分かってたんですよ。なんかわかんないけど、1万円かけちゃって。で、私、あの、なんていうの、堅実だから結構、はい、その、一回買うごとに、あの、1000円ずつにしようと思ったけど、ちょうど1万円しかなかったから、はいはいはい、まあ、1000円買って、あの、崩せば、まあ、9000円出てくるからいいや、と思ったら、え、お釣り返ってこないって思って買っていたら、え、1万円かけてる、やばいと思って、え、でも友達と一緒にしてたんですけど、なんか言えないじゃないですか、なんか間違えて1万円買って、とかダサいじゃないですか、言えなさすぎて、で、なんか、でも見たら当たってて、超ドヤ顔で、まあやっぱりね、みたいな。まあやっぱりそうだよね、みたいな。来ると思ったら一番にしたんだわ、みたいな。そう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 、やっぱりね、みたいな。まあでも今日はもう500円ずつにするわ、みたいな。まあ今日は勝ち逃げするわ、みたいな。で、その時で7万円くらいになったのかな。すごい、ね。1万円が。いや、いいなー。そう。なんかちょっとなんか、まあやっぱりね、ちょっとなんか、間違えたとも言えず。協定やったことないな。競馬はあるんですけど、一緒ですか競馬、協定は。でもなんか、協定の方が、その、走ってる数、うんうん、分母が少ないから、うん、なんか、当たりやすい気がする。ああ、そっか。6号艇しか走ってないけど。あ、そうなんですね。競馬は、その、なんていうの、10頭立てとか12頭立てとかでポンって走っちゃうから、ね、その、当たる確率的に、ああ、そっか。そう。なんかいいかな。いいなぁ。ちょっと興味はあるんですよね。でも難しそう。あ、でも難しくないと思う。私でも当たるから。でも私も競馬初めてやった時ビギナーズラックだったんですよ。あ、とんでもない大穴当たって、めちゃめちゃ帰ってきて、ってなるよね。こんな楽に稼げるのみたいな。なるよね。なっちゃうよね。でもそっからは当たらない。あ、ちょっと詳しくなっちゃうと当てられなくなります。そう、余計考えちゃうからね。そうですね。だからパチンコもデータ見ないときが一番当たってました。あー、なるほど。データ見るようになったら当てられなくなりました、ね。確かに。私もどこ座っても関係ないやーって思って。よいしょ。最近私も、いや、角行ってから角だろって。あー、角、確かに。まあ、あとはでも最近ちょっと、コロナなのもあって、誰もいない島とかも。言いますよね。なんかわかんないけど、とりあえず、ちょっと、あの、ソーシャルディスタンスは取るようにしてる。だから。なんかそれ、うちの会社の人も言ってました。うん。あれね、誰もいない島が一番当たるから。そうだなって。誰もいない島で。ユニコーンいつもパンパンなんですよ、ね。あ、確かに確かに人気だからね。ユニコーンパツンパツンなんですよ。座れないんですよ。角か大体そう。パツンパツンで。なんか海だけはガラガラみたいな。あ、そう、海とか。座る。流量高級水族館だから。高級水族館。高級水族館だから。私、海やったことないんですよね。楽しいよ。楽しいですか？楽しい。女の人多いよね。あ、本当ですか？私、うん、行くパチンコ屋さん、だいたいおじいちゃん、おばあちゃん。確かに。その中に行けないんですよ。ああ。なんかもう、仲間内で撃ってて。確かに。なとか言いながら撃ってた。確かに怖いよね。その中に。わかる。スッていけなくて。わかる。あ、でも絡まれる、なんかおじいちゃんとおばあちゃん。本当ですか？
なんか隣で、当たったねみたいなこと言って、まあ、そりゃまあ、まあ、魚群来たから当たるやろ、みたいな。半分の確率で当たるやろ、みたいな。普通に、あ、はい、つって。なんか言っちゃう。意外とあそこは社会交流ありますね。そうそうそう。それはそれで楽しい。それで楽しい。私、あの、初めてスロットやったときに、うん、窓紛のスロット、うんうんうん、あれ、目押し絶対必要じゃないですか。確かに。目押しできなくて、うん、かでもルールも知らないんで、うん、ずっとこうやって押してるんですよ。うん、いつになったら始まるんだろう、これ、みたいな。音楽止まったままなんだよな、とか思ったら、横のお兄さんが、やりましょうか、って。優しい。すいませんって言って、自分の、あの、メダルで、こうやってやってくれて。優しい。当たるまでやってくれました。申し訳なくない。恥ずかしいと。あ、これ、ちょっとそれがあるからちょっと恥ずかしいですよね。私はあの、絆しか打てない。ああ、なるほど。絆は目を知らないんで。確かに確かに。最近はでもパチンコの方が熱いって聞いたんで。そう、パチンコの方が。パチンコに行こう。あ、なんか結構昔はっていうか、この AV とか始める前は、からパチンコ打ってるんですけど。あ、そうなんですか。なんか結構、あの、下心ある。ああ、どうですか？これ聞こえてそうかな？反応しましたか？聞こえてますか？聞こえ、下心から嫌なとこで切れちゃった。一番嫌やん。そう、なんか下心がね、ありそうな人が台、ラッシュ中の台を譲ってくれるっていうね、話でした。嫌だ、前から聞こえてなかったね。そうですね。すいませんでした。なんか、こっちで盛り上がってしまった。失礼しました。ごめんなさいね。あともう8分しかない。そうですね。ちょっともうパチンコの話やめとくか。終わらなくなりそうで。怖くなってきちゃう。わかりました。じゃあ、ファンディングの話をちょっとちらっとしようかな。でも、大学言ったからな。復活、よかった。よかったです。すいませんでした。でも結構種類多くないですか？多いです。めちゃめちゃ多いです。多いですよね。皆さんどれが気になってますか？確かに。ちょっとアクキー楽しみやな。アクキーいいですね。アクキー私もめちゃめちゃ楽しみです。どうしよう。なんかさ、ラポルノでの撮影の時期にギャルなのかどうなのかが気になりますね。どうなんだろう。わかんないんですよ。ギャルがいい、ギャルがいいよ、ギャルのアクキー欲しい。買っちゃう。買っちゃう。ギャルのアクキ欲しいです、ね。ギャルのアクキ欲しいよね。熱いな。熱いよな。激熱よな。欲しい。多分衣装もなんか、ギャルの衣装って何ですかね。なんか私結構ダメージジーンズ履いてるイメージあるんですよね。ああ、なんかわかります。スキニーのダメージジーンズ。かなんか、あの、なんだろう、デニムのショーパンとか多くないですか？そうそうそう。まあでも、夏、まあ時期によるけど、ショーパンとかは、あ、でも、ショーパンになんか、なんだっけ、これ、長いブーツ？ロングブーツ。ロングブーツとか履いてるイメージ。わ、いいなぁ。うわぁ、マジで欲しい。欲しい。でも、ギャル、制服、いや、制服、いや、ちょっと、あ、でも、ルーズソックス。ルーズソックス。ルーズソックス。見たい。わぁ、いいわぁ。わぁ、大好き。多分ね、買うんだよな。いやー楽しみ。いいな。まあ、何になるかね、ちょっとわかんないんですけど、うん、皆さん、あの、お楽しみにということで。いやー楽しみだな。いや、ギャルがいいなー。ギャルがいいな。確かに。それ考えるとギャルがいいな。髪色楽しみだなー。でも自分のも結構ギャルも、
清掃もできる人ってあんまいないんだなと思った。なと思います。なかなか。なんか最近、なんかコロコロ買いすぎて、なんか、どっちかに絞ろうかなみたいな、めっちゃ思った時あるんですよ。なんか、あと調子乗りすぎて、ギャルでも仕事入るから、ギャルも食っていけんじゃないみたいな。いやでも、ツイッターもギャルの方がバズるんですよ。なんか鮮やかだから、なんか映えんのかな、なんか。派手だったね。そう。そうっすよね。いやでも二刀流でいきましょう。ギャルやり始めて、フォロワーが4万人くらい増えたもん。すごい。一回のツイートでバズって。やっぱみんなギャル好きってことなんですよ。なんだかんだギャル好きなんですよね。みんなギャル好きなんでしょ。ギャルはいいぞ。映えますもんね、なんか。映えますね。多分アクキーも映えると思います。ね。色鮮やかなアクキーになったらいいな。なんか、やっぱラポルの撮影は、なんか、黒髪とか茶髪とかが多いんですよ。ギャルあんまり撮らなくて、撮ったことなくて。なんで、アクキーとか作るってなっても、黒髪の、やっぱ可愛らしい感じが多いんですけど、ギャル今まで作ったことないんで、めちゃ、ギャルだったらいいなの気持ちです。作りたいな。去年頭から急にギャル好き。急にギャル好きになった。チゴちゃんズなのにギャルが好きなの。いいんか、それで。つばきちゃんのキスマーク、サインとアクキーは欲しい。あ、色紙ですね。色紙とアクキーいいですよ。最高のセットじゃないですか、色紙とアクキーなんてね。アクキーもまあ部屋に飾ろうと思えば飾れますからね、全然。壁にね、こう画鋲を刺してね、ぶら下げて。つけれますからね。では、あと3分。皆さん、じゃあアクキーはちょっと押していきたいのと、やっぱりオフ会はやりたいですね。ゲームオフ会。3人集まんないとね、できる。3人お願いします。みんな、ファンのうちで誘うか、友達誘うか。多分なんか一人とかだと不安になると思うんで。確かに、そうだよ。一緒に誰か。みんな一緒にね、支援したら怖くないですよ。そうそう。でも支援されても、人数満たなくてもなくなるわけではないので、ちゃんとカラオケにはなるので、ね。競馬場デートがいい。フリーデートでお願いします。フリーデートで競馬場行こうじゃん。全然ありですよ。あ、でも、じゃあ、あれじゃない、結構フリーデートも高いけど、勝てばもう。ただやん。戻せばいいんですよ。もうギャンブラーの考え方に、勝てばただなんですよ。勝てばただや、確かに。フリーデートがいくらだった？そういう意味のフリーか。そういうフリーやね。そうじゃん、勝てばただやん。そうなんですよ。フリーデート1万5千、ん違う。間違えた。15万なんで、15万勝てばいいだけの話なんですよ。勝てばいいのか。負けたらとか考えない。でも、勝てるんじゃない？いけますよ。やめなきゃ勝ちます。よろしくお願いします。確かに。ですよね。つばきちゃんの唇を見ると。あ、わかります。いい口の形してます。いい口の見る。めちゃめちゃ可愛い。してるって言われる。羨ましい。可愛い。どっから見ても可愛いですね。はい。57分になってしまいましたので、締めの挨拶に行きましょうかね。はい、じゃあ最後に、一言いただければ。はい。今回ね、ちょっと、オークションじゃない、ファンディング？あ、ファンディング。ファンディング頑張ろうと思って、ちょっとみんなとね、あと交流したくてね、そう、ツイキャスやろうと思って、でも今日結構遊びに来てくれたから、いや、多いですね。嬉しかったです。たくさんコメントもね、いっぱいもらって、楽しかったです。アクキーちょっとできるの楽しみです。よかったです。なんかそんなワクワクしてくれて嬉しい。今日はありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。つばきりかさんでした。ファンディングサイトチェックお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。配信ありがとうございました。